ございます。マサトです、おはよう。変わらないな朝食の時間となりました。ではお祈りいたします。天の父の神様、あざれた、朝の糧を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。はい、いただきます。ちゃんちゃんこですね。今日は朝方7度だったですね。今日が7度で13度ですね。7時半、もう8時前になろうかとしています。5分ほど早いですけど、7時半過ぎましたですね。はい、湿度は 50% を、まあ、切ってませんけど 50% 超えています。まだ室内20度になってませんね。暖房を入れています。はい、朝方7時ですね。ちゃんちゃんこですね。はい、いつもの変わらないヨーグルトプルーンですね。はい、それとトマトに、卵に、5枚入り4等分の、バターチーズですね。ニンニクに海苔に、キャベツとレタスですね。ちょっと少なめですけど、はい、このタイミングで、マサトのチャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。ではいただきます。もう、はい、いただきます。変わらない昼食となってますけど、8時前ですね。あらら、6時前です。起きたのがもう7時前、起きて2時間ぐらいになるかと思いますけど、10時出勤ですので、9時半には出ないといかないですね。昨日片付けもしないとね、歯を磨かないよ。帰宅して風呂入って食事して、動画アップして、横になったらもうアウトですね。少し30分ぐらい起きてから、もうユンタクライブがもう完全に アウトですね。10時から一休みしたらできるかなと思ったけど甘いですね。昨日したら水木金土したら4連勝で勝ち越しかなと思ったら、逆に日月火水で、負け越し決定ですね。今日頑張って、木金土頑張って3連勝、まあまあ成績一番悪いのは5勝2敗ですね。2勝5敗、今のところ4勝0敗ですね。はい、0勝4敗
今週はもう厳しいですね。先週は前半に2勝してあと5敗で、今週はずっと週明けから4連敗ですね。更新中ですね。厳しい現実です。ちょっと辛いですので、昨日一日は雨で今日も天気悪いですね。朝方7度、6時前で7度、一番日中上がって13度、木曜日、今日28ですね。11月も29、30、あと2日、あと12月ですね。チャンネル登録があと1700いったけど、今年の目標は2000、あと300、12月大幅な未達で200、300未満未達ですね。ちょっと来年は少し目標に届くように下方修正して、2025年は2500ですね。2500、まあ12月から来年で300の500で、残り2000にまで300、2500、800ですね。厳しいですね。800、今年が1000でしたけど、実は700ちょっとですので、来年は800を目指して、年間800ですね。今年もまだ年間750いくかな。厳しいですけど、はい、頑張ってますけど、よく飛ぶんですね。はい、今年からこれは前半かな、後半半ばくらいから始めたあのですね、私が実験台になってますけど、普段着の何気ない朝食、夕食、まあ、お休みの昼食と、コンテンツにしてますけど、何気ないコンテンツの方がメインの動画よりも再生回数を回ってるような気がしますけど、
温めて、なかなか生活のリズムが週間連続あれですね、少し休んで30分で起きれるかなと思うけど、現実は厳しいですね。何度もチャレンジしますけど、夕ご飯食べて動画アップして少し休んで、ユンタクライブですね。今週は4連敗ですね。4連敗かな。そうですね。日月火水、4連敗ですね。日曜日から。はい。尿もなかなか尿も我慢して、ちょっと食事終わりましたので、朝1回行ったきりですね。我慢、なるべく我慢して失敗しないように、きちんとカウントしないといけないんですけど、まあ、冬は厳しいですけど、15回をめどになかなか15回を、まあ、減らそうということで、お医者さんにして、まあ、引き続き、昨日は薬かな、今日が薬かな、昨日は薬なかったですね。8日の薬も2回、2日に1回ですね、我慢する量をためる薬と勢いよく出す薬、なかなか難しいですけど、そういう薬を2種類飲んでますけど、2日に1回ですね。まあ、薬の自体はちょっと軽めですけど、なんか、まあ一度調子が悪かったらちょっと増やしましょうかって言われましたけど、頑張って、まあなるべく我慢できるなら我慢して、失敗はちょっと恥ずかしいですけど、はい、そんな感じで、なかなか生活リズム難しいですね。きちんと、もう恥ずかしいですけど、障害幼稚園生で歯を磨いて寝ましょうっていうのが、もう情けないですけど、ちょっと休んで歯を、休んで、それから起きて、片付けて歯磨こうということを思ってますけど、なかなか厳しいですね。そんな感じでチャレンジしてます。64歳です。はい、マサトです。75歳まで、75歳に行き、夢ですね、チャンネル登録数1万、月収30万回ってしまいますけど、今の力はですね、月収3000円ですね、3000円。1日の働くパート代も半日分しか、半日分にもならないかなって感じですけど、頑張ってます。はい、マサトです。マサトのこの、YouTube チャンネル登録、マサトのこのおはよう、変わらない、朝食でした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、聖書を学びたいなというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のおはよう、変わらないな、朝食でお会いいたしましょう。マサトでした。シュンゲネス、パッションブジュ、シャロム、シャロム、シャロム。